久保さん。いや、熱量が今回ありましたね。まぁ、あ、ちょっと反応しちゃったんじゃないですか <laughs>。牢をねぎらうっていうね。あの、同じ牢をねぎらうっていうね <laughs>。いやね、まぁ、あ、本当僕はまあいろんな人見てきたんですけど、まぁ、あ、窪さんだけですね。本当に窪、まあ他にも多分いっぱい、世界探せばいろんな人いるので、あれですけど、こと、このクソ狭いね。 クソ狭い情報ビジネスみたいなこの世界では僕は久保さんしか知らないですね。うん、ここまでやっぱできる人。うん、僕,僕についてこれる人。まあ、久保さんから言うと俺についてこれるやつみたいなね <laughs>。お互いにね。お互いにお互いなんですけど。そう。まああのー、シンプルなんですよ。なんかまあ僕もね、まあ、久保さんはすごくね、察して、 るなーっていうのはねやっぱ察してるなっていうところありましたけどやっぱねつらかったんですよね東京で働いてる時は僕はやっぱその自分の本当の心の中に潜んでいる本当の自分の思いとやっぱ経営方針だったりとかやり方っていうのはやっぱ違ってくるでその差がね積み上がってきたと。 まあ最終的に僕は爆発して、まあ、3回ぐらい会長の前で泣きましたけど、辞める時うんやっぱ自分のこう思うっていう、でもそれはまあ会社の経営からすると、まあ、難しいところなんで、うん、だから僕がその一線を退けた理由は何かっていうと、組織から離れただけなんですよ。単純に。これ組織でやってたら僕のやり方は多分ダメなんですよ。組織の、組織としてやってたら もう無理なんですよ、これは。だ年賞100億とか目指していくっていう、昔ね、そういう時ありましたけど、年賞100億を目指す上でこのやり方やってたらいつまで経ってもいかないので、それは無理ですよ。だから、んまあ、僕がんネットビジネス始めた理由って、 何かっていうと別に年賞100億の会社作るんだっていうわけではなく、やっぱ一番最初やっぱ憧れたのはパソコン一台で自由にバックパッカーみたいな感じで、そんな生活をしてみたいなっていうところがやっぱ本筋なのです、ね。本筋だったんで、なんかでかい会社作ってなんか、そういうのじゃなかったんですよねうん。自分自身がどれだけ自由に生きていけるか、自由に生きたいっていうところの思いが強かったので、 やっぱそこのギャップがやっぱあったんでしょうね。まあ無理やりそのまあ会社でこう出世していく中で社長までになっていく中でまあ自分の中でその会社を大きくしていく年賞を上げていくっていうところにこう自己洗脳してやらないとできなかった部分あるんですけどやっぱギャップはありましたよね自分の思いと。うん。だから今は本当に自分流っていうか自分の思うまままあその従業員の給料を気にする必要もない 会社の年少100億みたいなんでバカでかいその金額を目標に立ててやる必要もない。自分がどれだけ自由に生きられるか、その最低の必要経費だけ稼ぐ。ただそれだけでいい。だから自由な発信ができる。これ組織に入ってて年少100億、年少1000億目指してたら、まあそんなことはできないので。うん。だ久保さんもそうだと思いますよ。久保さんも今自由にできるのは一人でやってるからだと思います。 だから僕はもう、その、会社を大きくする、まあ、年商100億目指すような人には教えることはできないです。ただ、自分で、一人で自由な生活を、ライフスタイルを構築したい、そういう人には教えることはできます。うん。で、まあ、みんな、その、人それぞれ、なんだ、あの、お金あるとか、まあ、僕も値札つけて売ってますし、久保さんのやり方とはちょっと違う売り方、まあ、ちゃんと売ってますけど、 うーんなんだろうなう僕がいつもやってるのは、高い商品もね、売るけど、え、じゃあ安い商品も売るよみたいな。<laughs> 数百円の商品も売,り売,る,売るし、うん、いや、数百円で困るんだったら、それち,ょちょっとまずいよね。390円とかの商品も、あ、この前、3月か。3月は311円ですね。3.11で311円の商品出しましたけど、317円、もし、 もう100歩譲ってですよ。100歩譲って、1年トータルで考える。10年トータルで考えて、311円の投資ができない。いや、それは、えー、自分への自己投資ができない。それは、申し訳ないと。<laughs> 30万とかね、100万払えって言ってるわけじゃなくて、311円のじ自己投資ができない。授業料払えない。いや、それは、大人としてないよねっていうで。そういうレベルの商品も僕は売りますから、これからも。 だからもう臨機。だからこれね、あの、昔言われたんですよ。その、500円の商品を会社で売ったんですけど、500円の。で、会社、銀行振込も対応したんですよ。で,で、会社に500円の入金あるじゃないですか。で、それを、ま、会長がチェックして、何やこう、500円みたいな。いや、500円のフロント商品です、みたいな。こんなのやってないでって言われましたからね。こんな何やってんのみたいな。言われましたよ。 <laughs> まあそう、おっしゃる通りですよね <laughs>。会社から見たら、年賞100億目指してて500円でね、まあそのね、その、客数が10万人以上いるんだったらまた別の話ですよ。ね。10万人買いました、500円みたいだったらね。それは5000万ぐらいですかそれだったら別にそんな数もないので <laughs>、もうビビたる数、あの、金額ですよ。うーん。1000人、500円で1000人売ってもいくらだ ?50 万ぐらいですか ?1000 人だったら。500円だったら。 うん。<laughs> 50万の売り上げ。<laughs> 1000人売っても50万の売り上げってね。会社の。<laughs> まあ、それきついっすよね。さすがに。おっしゃる通りなんですけど。ただ、今は僕はそれができると。自信を持って。なぜならば僕の生活費だけでいいので。うん。だから、その自分を、自分の、なんだろうな、あの、 やりたいこと、正義というか、自分がこうやりたいと思うことをやりたいんだったら、まあ何かを犠牲にするというか、何かを捨てなければできないってことですね。何かを捨てなければ、まあ捨てることから始まるってタイトルにしましょうか。捨てなければ何も始まらないっていうことですね。うん、だからまあ、久保さんの今回のタイトルで、そんなことやれないことに意味があるのかとかね。 やることとに意味がないとか要はそのそう思ってる常識そんなことや,やる意味あるんですかっていう常識だったりとかプライドを捨てない限りまあ新しいことはできないしなんか、うん、なんだろうな普通以上の生活は手に入れることはできないんじゃないかなと結局今の常識の中で回って今の会社の,あの社会の常識の中で生きていく 僕と久保さんは今の社会の常識外ですから一般的にね高校を卒業して大学卒業して就職してその会社でずっと勤め上げるという常識が、まあ、まだあまだ一応あると思うんですけどその常識の中では生きてないですからうんもしその常識のね会社があの社会が作った常識外のライフスタイルを構築したいんだったらその常識そのプライドを捨てるべきですねそれをしないと、まあ、無理です 無理。うん。僕がまだ会社の組織に入ってたらこんなことで久保さんとのやり取りもまあさすがに本当できないですから。まして。うん。そんなことやってんなって言われるだろうし。うん。まあそんな感じですね。はい。いってらっしゃい。